え、怖い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 。めちゃ怖いんですけど、やめてもらえます？登ってブロックビルズ。なんかさ、この2匹ワドルディ2匹見つけてない？一体だけじゃなかったっけ。この引きの絵ではわからんな。え、町に新しい施設ができた？見に行く見に行く。ワドルディの町へ帰ります。どれ、どこ、どれが新しいんだ。お、これなかったっけ。おしゃれなカフェがやってきた。60人のワドルディたちが力を合わせてワドルディカフェをオープンしました。かわいい帽子かぶっとる。おしゃれやね。人気のカフェでドタバタお手伝い、働くワドルディカフェが遊べるようになりました。え、なにそれ、ミニゲームみたいなのもできるってこと？ここの街で。あの階段の色味めっちゃ好きなんやけど、わかる？え、なんかてかこのカフェの色味めっちゃ好きだな。え、かわいい。超かわいい。カフェ店長ワドルディ。あ、君は店長なの？あ、カービィさん、この度ワドルディカフェのオープンと同時にアルバイトの募集を始めたんです。カービィさんもカフェの店員さんとして働いてみませんか？こき使おうとしよる。一人でアルバイト。なんかこっちは違うん。働くワドルディカフェ、じゃあ一人でやってみよう。あ、なるほどね。そうやって映るんよね。忙しさ。これは簡単をクリアしたらセカセカが開いて、セカセカをクリアしたらギリギリが開くってことかな。まずは練習、アルバイトにやり方だけでも覚えてね。はい。かわいい。この色味マジで好きなんやけど。わかる？正しいメニューを選ぼう。お客さんの吹き出しを見て注文されたメニューを選ぼう。お客様満足度をキープして。お客様満足度が下がりきるとゲームオーバーになってしまう。お待たせせず素早くお渡し。ランチタイムは大忙しに、うわ。ランチタイムには一気にペースアップ。次々と来るご注文に正しく答えて高得点を目指せ。はい。レディー。はい。はい。とりあえずこれは練習として二択なわけだね。え、そのなんかさ、あのシルエットじわーっと出すのやめてもらっていいですかね。こちらにはタイムというものがあるので。でもこれクリアというか正解したらタイム伸びよんやね。永遠に続くんじゃね。そんなことはないん。あー、ランチタイム突入。めっちゃ上並ぶ。おせえよ、早く注文決めろよ。あ、でもなんか遠くからうっすら見えとるやつらもおるな。あ、でも結構続いとるよ。どうや、簡単アルバイトクリアー。やったね。お客様満足度 100% や。あ、あれってタイムじゃなくてお客様満足度ってことか。そっかそっか。え、コインスターもゲットできる。いいね。せかせかアルバイトとギリギリアルバイトが遊べるようになりました。あ、両方とも解放された。え、じゃあさ、ちょっと、せかせかやろや、せかせか。あ、3択に変わるってことや、これで。で、最後が4択。ふやー！忙しさアップ、次々と来る注文に答えよう。やってみよう。さあ、来いよ。え、かわいいあれなんやろ、ケーキかな。そういう出し方？わかりづらいんだが。そうそう、そうやってパッと出してほしいな。なんか注文の仕方もいっぱいあるな。じわっとタイプと、即決タイプ。え、これはさ、あれがお客様満足度やとしたら、その、クリアの基準はどこなの？あ、びっくりした。終わったんかと思った。さっきもそうやけどさ、終わったと思うんよね。もうクリアの基準は何なの？うわー、怖い。
ちょっとあのさ、みんなさ待てなさすぎじゃない？お客様満足度すぐ減るやん。怖いんですけど。ういどう？お客様満足度 58%。 いやー、みんなちょっと待てなさすぎだって。頑張ってるってこっち。はい、じゃあギリギリアルバイトやっていこう。忙しさはもうギリギリ、恐怖のランチタイムを迎え撃て。怖い。4択や4択。かわいいバーガーが追加された。はい、じわっと。はっ、お客様満足度保ちたいな。とりあえず緑の状態を保ちたい。君たちの注文が遅いんだよ。は、4択しかないならさ、もう事前に注文決めてこいよ。うわー、来たよ、恐怖のランチタイム。並んだ並んだ。は、早いって。あ、間違えた。初めて間違えた。うわー、しかもゼロになったよ。うわ、めっちゃ怒るやん。ギリギリアルバイト失敗。初めて間違えたんですけど。怖い。お疲れ様でした。またお願いしますね。恐怖だわ。これ食べるとこ？これはまた別？カフェ店員ワドルディ。いらっしゃいませ。ワドルディたちの憩いのカフェ、ワドルディカフェへようこそ。こちらの店では体力を回復できる食べ物を販売しております。なんと、ここでは買った食べ物をお持ち帰り、つまりテイクアウトができるのです。ステージに持っていけば、ピンチな時に回復することもできるんです。一度でも手の食べ物は1個までなので気をつけてくださいね。いや、もうちょっと容量を増やしてくれ。カービィさん、早速何か買ってみませんか？あ、ちゃんとメニュー表がそこにあるね。車頬張りケーキ、かわいい。カービィバーガー。元気ドリンク。マキシムトマト。大丈夫です。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。いや、今のところさ、何？ステージ上にめっちゃ食べ物あるやん。あ、いいね。超いいやん。眺めが。そんなに見渡せない。こっち側上登れる？寝てるから登れる。カービィハウスでお昼寝すると元気になれる。あ、なんか会話できるっぽい。バンダのワドルディ。街にワドルディたちが戻ってきて賑やかになったね。ワドルディたちもカービィに助けてもらえて感謝してるって。僕も冒険出る準備はできてるから、プラスポーズからいつでも呼んでね。あ、君 2P のバンダラワドルディか。なんだなんだ、冒険出てない間はこんな悠々自適な感じで。ずりーな。まあ旅立ちますか。ここなんかできるんやっけ、郵便局。ここはお届けプレゼントを今まで配達するお届けワドル便です。どこかで見かけたプレゼントキーワードをここで記入していただければ、カービィハウスでプレゼントをお届けしますよ。あ、なるほどね。そうそう、この街のどこかにもプレゼントキーワードが隠されているんですよ。ぜひ探してみてくださいね。めっちゃ探したい。さらに、インターネットに接続することで、ネットで公開される様々なプレゼントキーワードを使うこともできるようになりますよ。ん？お試しに、向かいにある家の壁にプレゼントキーワードを隠してみました。家の壁に？あの家の壁あたりをよーく調べてみてくださいね。なるほど。もう速攻で教えてくれるわけね。街で見つけたプレゼントキーワードならインターネットに接続しないで利用することができますよ。早速、お届けワドル便でプレゼントキーワードを利用しますか？待って、見つけてからにして。ありがとうございました。またのご利用お待ちしておりますね。この壁のあたり。え？どこなの？え？なくない？何？話せばいいの？壁に何か書かれてるよ。初めてのキーワードだって。これ隠されたプレゼントキーワードだね。ふんふんふん。初めてのキーワード。OK です。利用します。それでは、プレゼントキーワードの記入をお願いいたします。
え、勝手にじゃないよね。さすがに。はじめてのでカタカナか。きわど。OK。配達を受けたまわりました。カービィハウスまでお届けいたします。この場で渡してくれよ。お、プレゼント来とる。なんなんやろ、食べ物とかかな。それぐらいの感じな気がするけど。プレゼントキーワード、初めてのキーワードのお届けプレゼントが届きました。お、おお、コインスター100を手に入れました。やった、ありがとう。思ったより良かった。あざす、嬉しい。さあ、それじゃあ旅立ちますか。行こうぜ、ワールドマップへ。まだ施設増えるんかな。なんかもう増えそうな感じの場所なかった気がするけど。それじゃあ、R を押したままスティックを倒す。いつもより早く移動できる。R。おー、なるほどね。はい、じゃあ、ドリルトレジャー。あれ？ドリルトレジャーってさ、さっきもせんかった？違ったっけ？ハンマー。あ、ハンマーか。あ、そっか。ドリルは普通にフィールド上でやりよっただけか。フィールド上？うん。ステージ上？はい、戦え、ドリルの試練。行こう。もう十分、本編で練習した気がする。ドリル。これ多分潜って中に入るん。え？え？違うの？お、え？何？何をすればいいの？え？なんて？グラウンドーン、長押し、B 長押しから離す。お。これを丸く囲むの？え？何？どういう状態？お、なんか、進めた。丸く囲む。丸く囲んだら、真ん中を攻撃することができるのか。なるほどね。初めて知ったんだが。ちょっと、囲みきれてない。あんまりでかすぎるとそういうことになるんか。もうこれ別に普通にやっつければいいんじゃね？痛い。めっちゃスローモーション。全然スローモーションにするようなところじゃないんやけど。これを囲めばいいのね。えい。あれ？そういうことじゃないんか別に。これ囲んだらなんかあるんかと思ったのに。囲みきれてなかったぜ。なるべく小さめ。え？ダメだったの今の。くそー。これ周り落ちんのか。普通に落ちると思ったんだけども。よし。いいね、スローモーション。なんかちょっと間抜けな感じがするよ。あ、こいつら顔が怖いやつやん。囲み切れてね。囲もうぜ、囲もうぜ。これは長さっていうよりは、この距離の長さじゃなくて時間の長さってことかな。怖っ。見えないし。いかにこいつらを、顔を怖くしないように。あれ、マジで気持ち悪いんよな。イエイ。レアストーンゲット。目標タイムめっちゃ早いな。
この小島なんかありそうやけどな、ないよな。の辺も別にない。じゃあ次、ソードトレジャー、戦えソードの試練。ソードってさ、普通に切りつけるだけじゃない？来たぜ敵。ただひたすら敵を倒していくだけって感じか、今回は。そんなことある？かっこいい。来いよ来いよ。別にこれさ、なんか自己タイム更新みたいなのはあるけどさ、別に制限時間とか、あ、これ制限時間か。タイム減っていきよったわ。よし。でも体力半分減ったんですけど。絶対スターやと思った今。怖い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 。めちゃ怖いんですけど、やめてもらえます？この相手が怖い、気絶してる間にやめてー。そういう感じね。このスター絶対なんか飲み込めると思うんやけど、飲み込めねえのか。ちょっと待って、怖いって。それ押しつぶしてくる感じ違う？なんかさ、ゼルダでそういう感じの敵キャラおるやん。なんか盾持って突進してくるやつ。スーファミとかのやつで。おることない？なんかそういう敵。敵の名前忘れたけど。レアストーンゲットー、イエイ。ひたすら戦うだけやったね。